うっせぇ、ロックのボーカル太郎です。今日は、フーファイターズのドラムのテイラー・ホーキンスが亡くなったというニュースを受けて、ちょっと動画を撮ろうかなと思いました。というのも、フーファイターズっていうロックバンドがいます、アメリカに。ニルバーナのドラムのデイブ・グロールがニルバーナ解散後に、それでも生き続けないといけないっていう風に考えて新しいバンドを自分一人でまず結成して、全パートを一人でレコーディングしてファーストアルバムを出したのが、フーファイターズの、一番最初のアルバムで、そこから、いろんなメンバーが増えて駆け上がって、もう今ではレジェンドのバンドになってます。で、そんなフーファイターズのドラマーテイラー・ホーキンスが、本日数時間前に亡くなったということで、なんでわざわざ動画を撮ってるかというと、俺はフーファイターズを初めて見た時にすごく衝撃を受けて、俺はロックバンドをやるんだっていうことでロックバンドを始めました。今でもはっきり覚えてる。友達がね、俺ん家の昔住んでたアパートの白いノートパソコンだったよ。音質もさ、あんまり良くない、画質も当時そんな良くない、11年前ぐらいかな。そのノートパソコンの画面で、このバンドかっこいいよっていうので、その時洋楽は全然俺は興味なくて、日本語の曲を歌うんだって、ちょっとポップスとかをやってたんだけど、かっこいいよっていうことを言われて、つって何の興味もなく、見てみたのが、フーファイターズのプリテンダーっていう曲の PV でした。有限なギターのリフから始まって、Keep you in the dark って歌始まって、Present begin、タン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 っていう急激に強いビートが加わって、強い曲になっていくっていう、こう。展開がすごい熱い曲ですね。これを見て、これを聴いて、俺はロックバンドをやるんだっていう、勘違いをして何度も道を踏み外してきました。そして今に至るわけで、ずっとフーファイターズみたいなバンドをやりたいっていうので、エコーズプラネットもそうだね、その友達とフーファイターズみたいなバンドを作ろうぜ、洋楽みたいなバンドを作ろうぜっていうことを言って、バンドメンバーを集めて、バンド名を適当につけて、活動しました。エコーズプラネットのエコーズもフーファイターズのエコーズサイレンスペーシェンス&グレイスっていう、アルバム、そのプリテンダーが収録されてるアルバムの、どれかから一文字、一単語取ろうっていうので、エコーズって取って、適当に、なんか、100個ぐらいさ、単語あげてさ、エコーズにちょうど収まりいいのねえかなっていうので、エコーズプラネットに、なんかそれっぽい意味ありげなバンド名じゃんっていうので、バンド名もつけたね。で、ライフの曲もそうだし、全メンバーでやってた時の一番こう頻繁に活動して音源とかも出した、時の曲もやっぱりコンセプト自体がフーファイターズにこう強く影響されていたものなので、俺のバックボーン中のバックボーンというか、
最近はねちょっとスタイル変えてるので、ジミヘンとかこうグランジ系とかアリス・ジェーンズ、ニルバーナとかそういう路線に走ってはいますが、大元の大元、一番かっこいいと思ってるロックンロールはフーファイターズで、その一番強いビートになってるのが、テイラー・ホーキンスでした。あんまりね、こう人の死でショックは受けないわけじゃないんだけどさ、なんか強いショックを受けてます。だからこの動画もね、こんなん公開して何なんだってぶっちゃけ思うんだけど、誰が見て面白いんだよって思うんだけど、まあとりあえず撮ってます。めちゃくちゃ今つらい。そうね、ちょっとどうしていいかわかんないぐらい来てるな。なんかね、まあ過去にショックだった人とかは、亡くなってショックだった人とかはいっぱいいるけど、音楽やりだすのもロックをやりだすのも俺は結構出会うのが遅かったので、二十歳超えてからだったので、そうね、2010年以降って考えると結構死んでんのよ人って。ジミヘンはもちろんさ、1970年に死んでるからそうなんだけど、カート・コバーンとかアリス・イン・チェーンズの、レインとかもそうだし、なんか好きなミュージシャン、そもそも死んでる人を好きになるところが始まったりするんだけど、まあ、B.B. キングとかも2015年とかかなの3月ん違うな、まあ4、5、6月どれ、どっかだったと思う。ちょっと暑くなり始めてたかな。6月、7月、5、6月ぐらいかな。の時亡くなっても、ああ、ショックだったな、ショックだな、生きてるうちに生で見たかったな、ぐらいの感想だったんだけど。ちょっとな、ずっと追いかけてきたバンドで、夢の中でもね、一回会ってるぐらい好きなバンドで好きなドラマーなので、ちょっとショックでした。どう表現していいかわからないぐらい、喪失感と、動悸が止まらないの、なぜか。まんぐらい。ちょっとショックを受けてますね。はい、皆さんもフーファイターズ、聞いてみてください。プリテンダーの URL も概要欄に貼っとくので、プリテンダーと、気に入ったらいろいろ曲を聞いてみてください。で、この情報は、フーファイターズの公式の情報から、ツイッター、インスタなどから、メッセージが送信、発信されてるので、よければご覧ください。で、コロンビアのダコタで亡くなったということですね、テイラー・ホーキンスが。なので、もう、急に回してるからこの話の前後脈絡とかも全然ない状態なので、大変お見苦しい映像かと思いますね。まだ受け止められてない部分と、こう無意識に受け止めてる部分が混在して、ちょっと自分でもショック受けてんなって感じるぐらいはショック受けてるので、今後の、まあ、フーファイターズの動きにも注目ですね。最近映画を出して、その
映画の中で出てくる架空のバンドをフーファイターズでそのままで名義だけ変えて、その名義変えたアルバムを発売とかもしてるので、ドリームウィドウだったかな、ドリームウィドウっていう、名義で出してるので、それもまあ面白いかなと思います。フーファイターズ聞いたことないよっていう人はこれを機に、ご覧いただければと思います、それでは以上です。